はい、皆さんこんにちは。はい、土曜日,日です。はい、えー、夕方です。はい、えー、結構暇です。いやほんま暇やったかんのですけどね。はい、ちょっと執筆せなあかんのですけど、えーとですね、あのー、世の中はですね、結構まあ世の中で言うともそのほとんどの人は関心ないことです。 あのー、まあ「朝8」ご覧の皆さんそれからですね、えー、以前と虎ノ門ニュースをご覧の皆さんはですねやっぱりこれすごい関心のあるということが、えー、これで起こりましたというのは、えー、3月31日にですね「虎ノ門ニュース」が「帰ってきた虎ノ門ニュース」ということで復活しましたいやこれちょっと驚きましたねはい虎ノ門ニュースはですね昨年11月の18日やったと思いますが、えー、まあね7年以上続いたまあ 非常に素晴らしいい番組だったと思いますでこれがですねまあ,あのそれまで、ね、日本の保守系番組のそのプラットフォームっていうのはなかったです、まあ。それぞれ個人的にはねあのそういういろんなことでこう発信してる保守系のそういう個人がいましたけども、まあ、一つのこう何て言うかね 大きな番組として、そして日替わりでレギュラー陣が出場、出演してですね、えー、2時間の生放送をずっとやり続けた。まあ、これは最初は全然数字も取れなかったですからね、えー、何年、ずっとこう、長年やってる間に、だんだんだんこう、視聴者も増えてきてですね、まあ、再生期はもう100万再生というのね、まあ、とんでもない金似投打ち立てました。 はい、でまあそれそこからですね、そのやっぱりその自由派もこうトラノボニュースを無視できないというような条件になってくるんですね。で逆にこう左翼の人たちがですね、もう妥当トラノボニュース、と妥当じゃないな、要するにトラノボニュースを潰せということでですね、まあ本当にもう寄ってたかったよとトラノボニュースをーなんていうかね、まあ攻撃してきたというまあそんな時もありました。えー、しかもおトライの国のですね、韓国さえもですね、トラノボニュースに対してまあ非常にそのまあ攻撃的なまあそう。 そういう,ようなテレビ番組も作られてました。はい。まあそれぐらいだから影響力のある、えー、まあ発信力のある、まあそういう強い番組やったと思います。はい、えー。もちろん多くの政治家も出ましたですね。あの、えー、安倍総理ですね。えー、あの現職の総理大臣が出演するというね。まあこれすごいことです。ネット番組ですからね。はい。強いラマじゃないです、えー。まあそれにその総理大臣が出る。まああのまあ多くのこう有名な国会議員もですね。えー、何にも出られました。はい、えー。それからさらにまあ保守系のもう元老人まあちょ。 重鎮重鎮と言いますかね、まあ、主要な方はほとんど、えー、出演したというても過言ではないですないと思います。はい、でまあそれが、まあ、去年の11月にですね えーまあ、おしままれつ,つ終わりましたでこの終わった理由はですねまあもちろん皆さんもご存知だと思いますけど、えー、その d h c 親会社のまあもともとこの番組は d h c テレビという会社がやってましたで d h c テレビというのはその親会社が d h c ですあのね有名なあのサプリとか、えー、化粧品とか作ってるその d h c ですねこれあの吉田義明会長が一代で築き上げたまあオーナー会社です。 でまあ、この、まあ、吉田さんもですねまあまあ年、まあ、も,も取ったとか、まあ、いろんな理由があると思いますが、まあ、この会社をもう売ろうということで、まあ、この会社をオリックスでしたかね、えー、と売却しましたでこの M&A っていうんですかねあのこれ売却一つの会社の売却が3000億ねだから日本史上最大のなんか 売却話売却額ということでねこれも話題になったんですが、まあ、これがですね、やっぱ水面下で行われてましたんでねやっぱりその、えーまあ、改めて私たちはそのことを聞くことはありませんでした。 あのえー、そういうことを聞くとです、ね、やっぱりそういう話が漏れるとです、ね、この売却話全体がこう潰れるという、まあ、そういう、まあ、リスクもあったんでしょう。はいえー、ですから、もう私たちは全くそういうことを聞かされずに、ねえー、実は私が聞いたのは、10月の終わりぐらいでした、はい、あの来月の18日にも番組が、えー、終了します。えー 確かね、2週間ちょっとしかなかったと思いますね。まあこれ非常にあ異例です。まあ普通テレビ番組ってのは終わる時なんですね。だい,たいあの月まあ民間のテレビ番組の場合は4月10月の開園期に、えーまあ、3ヶ月ぐらい前に、まあ、終わりますよというふうに、えーまあ、出演者なり、えーまあ、外部のプロダクションなりあるいはその構成作家なりに知らされます。はい。 えーまあ、その間にですね、まあ、新しい番組の、まあ、用意をしたりですね、えー、まあそれなりの生活設計もありますからね番組、えー、3か月後に終わるんやったらその収入が減りますからねまあそれなりにやっぱりいろんなことを考えるまあそういう暇もあります。あのえー、タレントですとねあのそれ以降にやっぱりそのスケジュールが空きますから、えー、そこにいろん仕事も入れられること入れられる人は入れなあかんということで、ねまあ、プロダクションにしてもタレントさんにしてもやっぱり3か月前にはこう知らされるというのがまあ大体不屈でところがまた、あ。 まあ今回はちょっとまあそういうその会社、親会社の売却というまあ異,例なじ、えー、異例な状況になってですね、まあ、あの私たち出演者に知らされたのは、えー、まあ本当に2週間ぐらい前と、びっくりしましたね。はい、さて、まあ、そこからですね、まあ、非常に慌ただしいことがいろいろ起こりました。はい、えー、本当にね えー、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 という間にですね、まあ一緒に仕事した仲間たちのね、不思議な動きとかですね、変な動きとか、まあいろんなことがありました。で、まあそういう中でですね、まあ特筆すべきことは、えー、闇駄目ジャーナルっていうのが始まったことですね。これはね、確か、えっ、ー、と、ちょっと確認しますね。確か闇駄目ジャーナルが始まったのは、これ間違って、間違いを言うとわかいのでね、えー、ちょっと調べます。闇駄目ジャーナルが始まったのはね、たす、えっ、ー、と、まだ、 虎ノ門ニュースがやってる時じゃなかったかなはいちょっと調べますねあのこれ間違い言ってたら後で怒られますんでねえっ、ー、と闇鍋ジャーあ、まあ、皆さん聞いた方がいいから闇鍋ジャーナルって始まって言っちゃったかねはいえっ、ー、と調べられるかな調べられるかな闇鍋ジャール、えー、ヤミナルえ闇鍋ジャーナル調べられるかなええ動画ってやったらいんかなどあれあれはちょっと分からへんないいつやったんかなあれ最初にやったん 皆さん覚えてる最初にやったあ、11月1日ですかあ,あ、そうですか。ありがとうございます。11月1日ですね。はい。えっ、ー、と、あ、虎ノ門でも宣伝しましたね。はい。えっ、ー、とー、11月1日やったと思います。はい。えっ、ー、と、ですから、あのー、虎ノ門ニュースが終わったのが11月18日。ですから、虎ノ門ニュース、虎ノ門ニュースが終わる2週間も前に、闇メジャーナルがもうすでに始まってたということです。で、えっ、ー、と、それがめめジャナ、えー、ごめんなさい。虎ノ門ニュースが終わった で金曜日に終わって18日金曜日だと思うんですがそれが終わってその土日月その,その3日後に3日後に、えー、私が「えー、朝8」というのを始めましたその時はね「朝8」というタイトルではなかったと思いますが覚えてませんタイトルなんか覚えてませんとにかくまあ終わってからですね、あのーまあ、そ,の週間その1週間も虎の、えー、ムースがなくなったんでなあまあなくなったから寂しいなということでまあ私がまあ週1か週2ぐらいで。 えー、まあ、まあ、トあのーえー、なんかそういう虎ノ門ニュースみたいな番組を一人でやりますわ言って始めたら、まあ、それでですねそうすると有本さんが「いやじゃあほな私も一枚乗るわ」いうことでね、まあ、有本さんが入ってきて。 ほんでね、私は最初、もう週に2日ぐらいやったらええと思って、えーまあ、せいぜい3日かなと思ってたんですが、まあ、有本さんがですね、いやいや、もうついでやから1週間全部やろうええ、1週間全部できまへんで、そんな無理ですって、ってね、朝っら8時から言ってね、だって、虎ノ門ニュースの時はね、ギャラ、まあげ、結構ギャラもらってたんですあのギャラも出てたし、まあ、それやったら頑張って、ね、出ようかと思ってたけど、いや、今回ギャラ出ませんねんね有本さん。言うとけど、ギャラ一つも出ませんねって言ったら、ほら有本さんがね、いや、ギャラなんかいらんよ。 「えや,や,やるよ。えー、ええー、えいやいや有本さんノーギャラで、まあ、1週間全部やるってもいいけどわしはノーギャラで1週間も全部できへんからわしはもう、まあ、半分遊びでや遊びで週1回週,週2回で適当にやろうと思ってるのにいやいや有本さんいやいや、まあ、百田さんそんな情けなこと言うな」と「もう金金金言うな」って「いやいや私金金言うてませんけどもうノーギャラでそんな1週間も朝から無理ですわ」って言いやいや」。 あほな私が取りやるからまああんたはもう週に2回か3回だけでいいから「いや2回か3回だけでいい」よって「私2回3回も結構きついんですけど」言てねほらもう何やかんやしてるけどねもう有本さんが「私最初に私がやる」言い出したらねそれも「思いつきですわ」確かね前の日の日曜日がんかね「明日やるわ」言って突然思いついたんですよね、はい、ほら有本さんが「わ,わ,わ,わしも乗るわーって言って、ね」言うてあ結局そんな形でですねずるずる引きずられる前に。 えー、11月のもう2020 20、18、19、20、21、11月21日から始めてですね、まあまあ現在、3月の、ああ、もう4月や、4月の今日2日かな、3日かな、3日かな、で、いまだにですね、 ずっと毎週やってるんですよ。まあ、たまに一日が普通で休んだこともありますけどね。まあまあ、それは置いときましょう。でまあ、そんな話だって。で、一方、闇鍋ジャールもですね、ええー、まあ、あれからずっとやってます。はい。11月。闇鍋ジャールは我々初組は始まるより3週間ぐらい早いんですかね。はい。ええー、まあ、もしまあ4月ですから、えー、えー、12、 1> 1 2 3 4もう5ヶ月やってますよね。でまあそうしてですね、まあ、朝の8時はですねなんか妙なことに「えー、闇鍋ジャーナル」と「朝8」というね、えー、この2つの番組があ両方ともやっておったんですが突然まさかですよね虎ノ門ニュースが復活ということでね帰ってきた虎ノ門ニュースこれでね、えー、朝の8時は虎ノ門ニュースねえもともとね虎ノ門ニュースそれから闇鍋ジャーナルそれから「朝8」 この三つの番組はですね、まあ、三つどもえの、もう、三つ編みみたいなものやもう恐ろしい、こんな風に、もう戦いになってるというね。ええー、何これえら <laughs> い激戦区になったら急にということでね。はい。さて、えー、この出演者はですね、みんな元、虎のニュースの出演者なんですよ。はい。全員がね。 先、えー、き言いましてね、虎ノ門ニュース、それから、闇鍋ジャーナそれから朝8ですね、この3つが全部、もともと虎ノ門ニュースの出演者、これがですね、3分割ってて、3分割って言ってもね、えー、いろんな番組に出てる人もいるんですよ。だから、この間、虎ノ門ニュースに出た竹田恒也さん、竹田恒也さんは闇鍋ミミジャーナにも出てますし、それから朝8にも出た,出,た出たことあるんですね、出演者が。つまり、竹田恒也さんは3つの番組に全部出てるんですよ。はい まあ他にもですね、あの、そのうちの二つの番組出てるとかね、あの、た高橋洋一さんもですね、我々の、あ、高橋洋一さんまた出てたことないか。あ、来週出ますよ、高橋洋一さん。えっ、ー、と、えー、まあ他にもですね、ただ、まあ、あのその三つのうち、まあまあ、まだ虎ノ門さん一回しかやってないんですけど、あの、その、二つの、 三つのうち二つの番組出てるとかね、あの、両方ともにこう、両足をかかかか掲げてるっていうのも結構いるんですよ。もちろん、その、闇鍋ジャーナルしか出ないと思います。それから、朝八しか出ないと思います。まあ、まあ、今度、今後、トランプースはどうなるか分かりませんけど、さて、なんでこんな事態になったのかということなんですよ。はい。これね、 これ、まあ、どこまで言うてええんか、まあ、私の知ってる、私も全部知ってるわけじゃない。えー、全部知ってるわけないけど、まあ、いくつか聞いた部分もあるし、えー、まあ、確認してる部分もある。えー、果たしてこれをどこまで言うてええもんやら、どっから言うてええもんやら、これがね、難しいんですけど、まあまあ、あまあ、問題にならん程度の話で、ちょっとやっていこうと思います。ちょっと水飲ばして。はい。今日。 この後おもろいねめっちゃくおもろいねでおもろいけどどこまで言うてへんかなはいうん全部言ったらええよ置いてますけど、はい、まあ、聞く方が簡単や言う方が大変ないねではいうんあのねまずこれちょっと知っておいてくださいあの『トラウマンニュース』というのは <coughs> DSC がえ 運営してます。あ、ちょっと待って。あ、ありません。ちょっとね、いや、これやばいだろ。やばい、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 やばいちょっと、まあ全然別にかいあ、もしもし。もしもし。あいやあいああはは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 。ははははは。ちょっと今焦ってますね。はい。言う方が大変なんやでってあの。 あんまりあのいろんな波紋を広げないような範囲でお願いしますよあはいはいあの <laughs> はいあの悪口にならないようにはいあの <laughs>、えー、誹謗中傷にならないようにはいそうですよそうですよこれね普通に喋ったらすぐ誹謗中傷になってしまうんでね私が喋るとねはいあとあのシャッターさんねはい、えー、記憶が曖昧なのを大概にしなさいよはいえええあのよそ様の番組のね、はい、始まった日を覚えてないとかいうのはまあ仕方がないかもしれませんけどはい、はい まあそれも本当はね番組始まる前に調べとかなきゃいけないんだけど。そうやね。あのあニュース生放送朝8時って名前は最初からこの名前ですから、ね。あそうでしたか。最初はそんな名前はなかったって最初からこの名前なんですよ。<laughs> すみません皆さんすみません最初からニュース、えー、ニュース朝8時、えー、おはようさんっていう番番組でしたすみませんはい。<laughs> ニュース生放送朝8時って名前で。はい。 通称朝八ですよって言ったら。百田、はい、さん最初の時に。はい、何がその芸の名前、ない名前、誰が考えたんやって言ってたんですよ。そうですよ、すいませんでした。えーはい、私は前の日には違う名前だ、ちょっとですが、急にね、有本さんがその。いや、私も、あ、明日の、一緒、一緒の、一枚乗るわよって乗ってきてね。で、有本さんが名前変えてしまったんですよね。 私は、私はさ、最初違う名前や、もうその名前を忘れてしまいました。な,なんていうたか、はい。適当につけとった名前ですが、有本さん、がもう、そんな名前あかんでー言うてね。ほな、有本さん、適当につけてると、有本さん、つけてくれたんですね。ありがとうございます。あの、性格、もうちょっと正確に言いますとですね。うん、えっと、朝日が、まあ、二十一日かな、月曜日に始まるんですけど。はい、その前の前の日ですよ。百田さんが、私、うん、わし来週月曜日から、あのー。 一人トラノモニュースやるわ。あ、そうや、一人トラノモニュースや。そんな、そうや、思い出した。そんな名前で、って、はい。ノモン、で、私がね、じゃあ私も乗りますよって言ったんですけど、やっぱトラノモニュースって名前つけるのはよくないでしょっていう話で、で、じゃあ暫定的に、ニュース生放送朝8時っていう、まあ何のゲームもないんですけれども、ゲームもない名前だけど、その名前の通りだったらいいんじゃないかって言ってつけたんですけど、はい。 素晴らしいネームで、<の>素晴らしいネーム、さすが有本香織さんです。その24時間の間にですね。はい、ええー、まあ、森下さんに仕事を頼んだのは百田さんだし。はい。放送作家、あの、放送作家のね。はいはい。で、私は一応、配信スタッフを手配して。はい。 クタさんは最初は配信とかいらんとか言ってたんですけどいや、はい、東京と大阪と離れて2人で会うっていうのはなかなか技術的に難しいからやっぱりプロ頼みましょうということでそこからやっぱりお金が発生するねって話にはなったんですけどまあしょうがないしばらく持ち出すかとかいきなりれれい,きいきなり赤字でしたからねはいです、ね、はい,いやだからねまあ皆さん <laughs> 皆さん、これをご覧の皆さん、私はね、最初、一人トラノ門ニュースや歩いてね、で私はこの今、ライブでやってる動画、こんなふうに適当にやろうと思ってる。この場合はお金ただなんですよ。まあ私が喋る分は、ね、もう持ち出しですけど。配信にお金はかかりませはい、配信のお金とは、有馬さんが乗ってくるわ、で。ほな、あのニュース原稿も誰かに頼めやじゃあ、ほな、森下さん頼むか。ほな、森下さんのギャラ発生。その時にいや、配信業者も頼む。え配信業者、ほな、配信業者のギャラはなきませんね、だからいきなり、ね、お金の しかも毎日やるというねそうなってしまったんですよこんなも毎日やったらどんだけお金とむねえってね <laughs> わしただで喋るだけでもきただでただで喋るだけでもきついのに喋るためにお金飛んでいくんかいと思ってねはい。 はい、まあいいじゃないですか、この公式チャンネルも1か月後にできたことだしまあ、そうですねな,、まあ、なんとかあのちょっとね、<え>番組もです、ね、皆さん、ファンもついていただきましてですね、広告収入もですね、まあ、ちょっといくつかちょいちょい入ってきまして、ね、まあなんとかまあ息つげてきてんるんですけどね、はい、そ,うそうそうそう、うん、だから、ね、制限がね、だいぶつきまくって大変だったんですけどそうなんです、皆さんね、制限パンパンついて、うもう、うん、全然ね、広告つけられませんね、そのと時もそういうことありました。<う>はい 皆さんのフィードバックのご協力でだいぶそれも少しずつ改善されてきたんでまあようやくなんというかトントンというかね、はい、あのうん、ですね。 ははい、いいいなさん、う間違えよにお願ししまますわかりたほな私はちょっと今からね虎のニュースのねどうやってこれが分裂していったかちょっと話をする前にですねやっぱりそのプロダクションの話もちょっとやろうとこれまた間違ってたら教えてくださいは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 い大変やもうねずっと見とんねん間違ってたらすぐ電話かかってくる間違い言われん えらいことやね、ほんまにね。はい。えー、じゃあ、ちょっと行きましょうか。はい。えっ、ー、と、あの、虎のニュースはですね、まあ、先ほどどこで喋ったか。そうそう、d h c、えー、という、まあ、親会社があって、その親会社の中に出てきた、えー、出てきたというか、そこから作られた d h c テレビという子会社がありました。はい。で、その d h c テレビという子会社は、これね、全く儲からない会社です。というのは、虎、えー、のニュースはですね、もう、毎日、ものすごい、莫大な政策にかかってたんですよ。で、これね、 実際に莫大と言いますけど本当に莫大だったんです。というのはね、えーまあ、これどこまで言うな、いいかな、まあ、うちはの話やかどなあの、えー、結構ねあのネット番組にもかかわらず普通の地上波のテレビ並みの、ね、機材とか揃えてでまたプロダクションを頼んだ時にプロダクションがですね今からもうここだけの話ぶっちゃけて言いますわ、えー、結構ね、えーまあ、7年前にね こんな番組作るから言って、まあ声かけた時にですね、プロダクションが、いや、それやったらほな、一本制作費こんだけとか言うよって、まあ、それがね、だってテレビ局、テレビの制作番組に近いぐらいの金を言いよったわけや。ほなの、お前、ほんまやったらね、私がもし担当やったら、あほかお前、何考えとるお前、これネット番組やでお前、何お前、あほな、難しそうなお前、いやいギ、ギャルはこんだけやとか言って、制作費こんだけやというとこなんですよ。なんかね、と、その当時の、まあ、スタッフですね、まあ名前分かったけども、て言いません。えー、まあそれがですね、 それ飲んんででしまよよったんですよだから結構高いからで,で僕は後にですね、えー、後に番組の顧問になった時に「おいおいこのギャラこんだけのお金なんやねん」ってこともあったんですがまあ一旦それもそれで置いておきましょう。はい、でまあ結局そのまあ,あ社長はまあ社長の名前はまあ まあ、あえて Y 社長ということにしましょう。まあ、Y 社長がまあ全体のまあ総合プロデューサーという、そういう立場にいます。はい。で、それでですね、ええー、まあ、いくつかのプロダクションが、えー、その曜日に入ってました。で、これもね、最初からどうやったか知りませんけど、まあ、私が知ってる限りはこういう形なんです。はい。えー、トラ虎モンルスの担当プロダクションです。はい。えー、月曜日がですね、まあ、仮に A 社ということにしましょう。A 社。 で、火曜日も A 社。つまり A 社が2つ、月、カードを担当しました。で、私がやってたのは火曜日。火曜日だとね。だから A 社の、まあ、これね、割合、えー、個人でやってるプロダクションなって、そんなに大きくはないです。まあまあ、そんなに大きくはないと失礼な言い方かな。まあまあ、そんなにメディアででっかい大手プロダクションではないです。あの、えー、まあ、オーナーの社長が、まあプロ、プロデューサーになってます。月曜日も火曜日も、その A 社のプロデューサーが、え一応、 A の社社の長が総合プロデューサーっていうのは Y 社長ですけどね、はい、それから、えー、水木金がですね B 社というまあこれ名前ちょっとアルファベットに仮名しますけど B 社がこの「三曜日」を担当してましたはいえー、まあそれでこういうふうに番組がずっと続いてたんですがですねちょっとねえー、1年ぐらい前からちょっと不思議な動きがあって私これ全く知らなかったんですけどえっ、ー、とその B 社で、えー、出向、出向じゃないけど、B 社で、えー、この水木金をやってた、えー、あるプロデューサーがですね、これがその Y 社長といろいろ相談したというか、Y 社長のアドバイスを受けたのか、まあそれは知らないんです。その辺は、えー、両者、その辺がどっちが主導権を握ってあったか分かりませんけども、その B 社がですね、 えのプロ,プロデューサーが独立して会社を建てたんですまあ仮にこれをですねえっ、ー、と、えー、新しい会社ができてですねえー、まあ仮に B ダッシュ社としましょう B ダッシュ社はい B ダッシュ社という会社がまあ三つ担当したということです まあこれどういうことかと言いますとですねそれまで制作員のお金が入ってたのが B 社に入ってたのがその B 社から独立したプロ,プロデューサーが自分で社長となって B ダッシュ社を作ったんでその制作員がその B ダッシュ社の社長に入るということですはいつまりえまあ B ダッシュ社の社長はですねそれまで B 社のサラリーマンやったのがえ急に社長になってまあ実質的にはかなり収入が 増えたということになります。はい。で、これがですね、おそらく私はねさあの、さっき Y 社長と何らかの話をしただろうと思うのはそこなんですよ。つまりね、これね、えー、DAC テレビが B 社と契約してるのに、えー、勝手に、いやいや、もう、うち、えー、B、えー B 社から辞めて新しい会社作ったんで、はい、うちと契約してくださって、そんな簡単にはいかないですよ。はい。B 社と契約してるんやからね。そんな簡単に、いやいや、うち、そこの会社辞めたから、新しい会社作ったから、はい、あんな契約がうちで、そんなわけにいきません。で、ところが、まあ、現実にはですね、B 社と契約をしているということは、えー、まあ、Y 社長と何らかのそういう話し合いがあったと考えて間違いないと思います。はい。はい。えー、<laughs> まあ、それがね、違法とか、えー、 ずるとかいうことは私は言うてませんよはいまあそういうことがあったという,ということだけですはいはい、はい、えーまあ、B 社の B ダッシュ社の社長は、まあ、これによって、まあ、個人的な収入は増えたんでしょうただ Y 社長に関してはよく知れませんはいただ Y 社長と B ダッシュ社の社長は、うん、まあ何らかの話し合いをしたのであるのはまず間違いないであろうということですねまあほんでさて そこで、えー、その後ですね、不思議なことがあった。また不思議なことがあった、えー。月曜日に、えー、契約していたディレクターがいます。またこれ別のディレクター。この別のディレクターがですね、えー、これも不思議な動きがする。このディレクターが会社を作りました。はい。会社を作って、で、その、 まあ仮に C 社という会社と言うことこししを作ってこの C 社という会社が月曜日に入ったんです。えー、つまり、えー、ここで A 社がなくなって A 社が担当してたのは A 社がなくなって C 社という会社が入ったんです。 この C 社という会社は月曜日の担当ディレクターやったんですが、これが会社をこしらえて、うちがやるということで、えー、月曜日を担当しました。はい。で、これも、これもです。えー、勝手にうち作ったから言うて、えー、簡単にはその、えー、月曜日担当できません。はい。まあ、当然、Y 社長のいわゆるまあ許可がないと、Y 社長とそういう話ができてないと、これはできません。 はい。つまり、えー、C 社ができたということは、Y 社長と何らかの、お,おまあ、話し合いがあって、あまあ、どっちが主導権か知りませんけど、まあ、そういうようなあ話があって、えー、できたということですね。そうすると、ね、実は、A 社は大変です。A 社それまで2つやってた。A 社がそれまで2つやってたのが、1個にな内と減らされたわけですよ。はい。いや、これね、もしね、A 社に、 何らかのお失態があった。えらい、ドジった。失敗した。あるいは番組に迷惑かけた。お前何してくれてんねんいうペナルティで、お前も外すわよって外したなら、これはもう話はわかります。ところが、A 社は何のペラ何の失態も、何の失敗もしてないんですよ。えー、にもかかわらず、A 社が日本やってたのに1社だった。これ完全にだから、収入的にはですね、えー、月々の収入でいうと、 収入が半分になるわけです。これきつい。普通にきついですよね。はい。ほんならそうなってくると、まあ、まあ、A 社の社長から直接は聞いてないんですけどね。で、まあ、想像するに、まあ、A 社は、まあ、きついやろうな、と。普通は、はいはい、いいですよ。はいはい、うちは半分、半分減らしてもいいですよ。普通は普通はなりません。はい。普通はならないです。えー、 なんでやねえとなりますよね。ただ力関係としては、まあ、Y 社長はやっぱり総合番組のね、一応制裁、視聴者といを握ってますからね。なかなかその、あ、ほんだらボケーとは言えませんよね。と思います。はい。さて、そこで、また不思議なことが起こった。また不思議なことが起こったんですよ。あの、C 社がです、あ、ごめん、ビーダー主社がですね、えー、B 社に代わって、うちが3本全部やるで、水木筋やるで、言ってたのがですね、まあ、これはね、実は確認取れてません。あの、あ理由は確認取れてません。 ええー、まあ確認取れないんで理由は言いませんええー、この B ーダッシュのが三本やってたのがこのうち B ーダッシュ者が日本になったんですここではい。ええー、ここでまたですね、えー、B ーダッシュ者が B ーダッシュ者それまで三本やってたのが B ーダッシュ者が水木機で日本になった。 そのほら、残る一本足りませんね。残る一本が今度はですね、また、再び、A 社になったんですよ。まあ、こういう感じでね、はい。えー、もう、ものすごいややこしいでしょはい。えー、本、B ダッシュ社が3本やってたのに、それが2本になって、 ね、一本は A 社になった。まあ、A 社としては、だから、それまで月間やってたのは、えー、半分になったんですが、まあ、その水分期のうちどれかやったんで、まあ、結局、まあ、元の日本に戻って、はい、ニコニコ、えー、よかったね、ということになります。えー、さて、まあ、なんでこの B ダッシュ社が日本やってたのが一本になったっていうのは、これはね、えー、よくわかりません。実はこれ、この話はあんまり聞いてないんです。あの、えー、実は、まあ、聞いてあ、聞いてるんですよ。あの、いろいろ聞いてるんですが、 これ、託書を取れてないんで言えません。はい。あのー、ちょっといろいろよくわからないところがあります。まあ、きあの、噂話聞いてるんで、ちょっと今ここでは言えません。はい。まあ、そういうわけなんでね。だがね、この動き見ててもね、不思議なんですよ。はい。あのー、例えば、B 社のプロデューサーがですね、会社を辞めて、それまで会社が請け負ってた契約をですね、 それを今度はうちがやるわと言うて引き継いでる。これは普通はありません。普通はないです。皆、まあ、さんの会社も考えてください。会社がですね、えー、会社が、ある会社が、えー、どっか別の会社と契約して商売してました。えー、ところがですね、えー、その商売してた担当の営業部員がですね、えー、うち会社、僕会社辞めます、独立しますって言って、そしてその会社が契約していたその,その商売を 勝手に持っていったら、これはちょっと会社としては、おいおい、何してくれてんねんとはなりますよね。うん。で、え、問題はですね、この、この B 社が契約してたのは DHC テレビです。で、DHC テレビの社長、Y 社長と契約して、Y 社長がまあ統括ですね。で、それが今度 B ダッシュ社に変わるということは、その B ダッシュ社は DHC と契約してる。つまり DHC テレビ、 まあ、統括の Y 社長ですね。これが、えー、それを、え、容認したというか、認めたということなんですね。普通は、ちょっと待ってくれ。うちは B 社と契約してるんで、あ、お前が独立して、B ダッシ社が独立して、会社作っても、お前とは契約しない。うちは B 社と契約してるかということになるはずなんですが、わかりました。B ダッシ社と契約しましょうということは、うーん、なんでしょう。あの、ちょっと普通の、召喚召、召喚衆的には、 あ,あんまりないようなことですね。はいまあ、これ以上は言えません。はいえー、さてまあこういう前段階があったということを皆さん、えー、頭に入れておいてください、はいえー。しかしちょっと長いな30分だったちょっと一旦ちょっとこの辺で休憩します、はい。ごめんなさい。この後第2部でやります。第2部でやります。はいえー、第2部でちょっとこの話の本筋に入るわけですが。 えー、ちょっとね、話をまとめるのが結構大変なんで、えー、まあ、ちょっと待って、第二部であります。すいません。一旦一旦終了です。